ホンダスカイビアとは、ホンダ技研工業が、かつて生産していた、スクータータイプの原動機付自転車である、ヨーロッパでは、スカイという商標で販売された、1987年の NS125R や1989年の NSR125 回と同様に、ホンダイタリアインダストリアーレで製造され、 日本に輸入され国内の形式認定を受けた上で1997年7月に発売された。日本ではエクスプレス以来の前後16インチホイールで、ヨーロッパではハイホイールスクーターと呼ばれるジャンルの車種である。スタイリングは丸目で独立のヘッドライト、バーハンドル、丸型小型ウィンカーや丸型テールランプ、フォークブーツなどレトロ風なパーツを持つが、全体のフォルムとしては、 レトロ一辺倒ではない。ヨーロッパでは、ネオレトロと称していた。フロントサスペンションは、グリスダンパーのテレスコピック。リアは、ユニットスイングで、フロントディスクブレーキ。リアは、ドラムブレーキである。前後キャストホイールであるが、タイヤは、チューブレスではなく、チューブ入りである。グリメカ製、ブレーキキャリパーやデロルト製のキャブレター・ドゥカティ製の、レギュレートレクチファイヤー及びイグナイター、ピレリ。 または、ミシュランの前後タイヤなど、ヘッドライトバルブに至るまで、ヨーロッパ製のパーツを用いている。エンジンは、強制空冷にストローク縦型シリンダー、クランク系スリードバルブの AF43E で、マフラー入り口には、リストラクターと呼ばれるカラーが溶接されて、パワーが絞られている。駆動系のパーツは一部国産ホンダ車と互換性がある。車体色は、コスタブルー一色のみで、 シートとホイールはサンダーオレンジとなる。発売時の日本でのホンダ 50cc クラススクーターの主流だったライブデオと比較し、パワーが劣ること。シート下はガソリンタンクとオイルタンクでメットインがなく、積載性で劣ること。価格が比較的高額といったことから日本では人気がなく、早々に絶版となった。スカイの意味。スタンダードは1997年2月に発売され、 イタリア以外に、ベルギー、ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガル、スイス、オランダでも販売された。バリエーションモデルとして、ライトリムや、ウィンカーリム、テールランプカーニッシュ等をメッキとした、スカイクラシックが1998年から発売された。また、フロントフェンダー、レッグシールド等のカウル類をスケルトンとしたスカイベトロが1998年から発売された。 ビアはスタンダードバージョンに相当し、車体色も一色のみだったが、スカイにはビアと同色も含み何色ものバリエーションがあった。ユーロマイナス1配ガス規制に適合し、2003年まで販売された。なお、日本国内では1982年の1984年に同商標のスクーターが製造販売されていたが、別車種である。ありがとうございます。